p f a 年間ベストイレブンは、イングランドでプレーする選手を対象に、プレミアリーグ、チャンピオンシップ、1部、2部から、各11名、計44名選出される。プロフェッショナルフットボーラーズアソシエーションのメンバーによる、投票によって選出される。プレミアリーグプレミアリーグ史上最高のゴールキーパーと、名高いピーターシュマイケル。 ファーストディビジョンプレミアリーグマンチェスターユナイテッドの不動のサイドバックデニス・アーウィン。ファーストディビジョンプレミアリーグユルゲン・クリンスマンは FWA 年間最優秀選手にも選出された。ファーストディビジョンプレミアリーグ初の受賞となったガリー・ネビルはその後4シーズン連続で選出されることになった。ファーストディビジョンプレミアリーグアライ・シアラーは3シーズン連続で 得点王となった。ファーストディビジョンプレミアリーグマイケル・オーウェンは18歳の若さで得点王に輝いた。ファーストディビジョンプレミアリーグトレブルを達成した当時の中心選手デビッド・ベッカム。ファーストディビジョンプレミアリーグヤングリーズの象徴的存在だったハリー・キューウェル。ファーストディビジョンセカンドディビジョンサードディビジョンプレミアリーグ史上初の3連覇を達成した。 マンチェスターユナイテッドの当時のキャプテン、ロイ・キーン。ファースト・ディビジョン・セカンド・ディビジョン・サード・ディビジョン・プレミアリーグ、遺跡初年度ながら、二十三得点と活躍した、ルートファン・ニステル・ロイ。ファースト・ディビジョン・セカンド・ディビジョン・サード・ディビジョン・プレミアリーグ・ポール・スコールズは、キャリアハイの十四得点を記録した。ファースト・ディビジョン・セカンド・ディビジョン・サード・ディビジョン・プレミアリーグ・アーセナルは、 無敗でのリーグ優勝を達成。ロベール・ピレスは3シーズン連続での選出となった。ファースト・ディビジョン、セカンド・ディビジョン、サード・ディビジョン、プレミアリーグ50年振りのプレミアリーグ制覇へ貢献し、初の選出となった、ペトル・チェフとアリエン・ロッベン。チャンピオンシップリーグ1リーグにプレミアリーグ・ティエリアンリはバルセロナへ移籍するまで6シーズン連続で選出されていた。 チャンピオンシップリーグ1リーグにプレミアリーグスティーブン・ジェラードは、6シーズン連続で選出されている。チャンピオンシップリーグ1リーグ2、プレミアリーグ3、シーズン連続での選出となった、クリスティアーノ・ロナウド。チャンピオンシップリーグ1リーグ2、プレミアリーグ2、シーズン連続での選出となった、フェルナンド・トーレス。チャンピオンシップリーグ1リーグ2、プレミアリーグ2005から06。 シーズン以来の受賞となった、ウェイン・ルーニー。チャンピオンシップリーグ1リーグにプレミアリーグ2010から11シーズン限りでの引退を発表していた、エトビンファン、デルサールが3度目の受賞を果たした。チャンピオンシップリーグ1リーグに、プレミアリーグチャンピオンシップリーグ1リーグに、プレミアリーグチャンピオンシップリーグ1リーグに、プレミアリーグチャンピオンシップリーグ1リーグに、 プレミアリーグチャンピオンシップリーグ1リーグに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 プレミアリーグチャンピオンシップリーグ1リーグ2ありがとうございます